いや、前乗った時よりも、フロントがやっぱりすごく、反応が良くなってて、かつ剛性もあるんで、はい、すごく乗ってて、キビキビ動くから、楽しいです、ね。で、ハイスピードもロースピードも、フロントが安定してるから、リアが滑る、まあ、怖さっていうのが全然ないから、ブレーキングとかでも結構しっかり受け止めてくれるんで、乗った時のちょっとポンって突き上げる感じはどうしてもやっぱり剛性高いから、当然あるんで、まあそこもマイルドにできるとよりいいのかなっていうふうに思います。足回りとの互換性というか。あ、それも、前まではフロントがちょっと、まあ剛性的に、なかった分、やっぱり若干こう動くんで、安定しにくかったり、ちょっとした路面で、はい、支えがなかったところで、すごくダンパーとか足回りがよく動いてるし、はい、支えるところしか支えてくれるから、遠赤乗ってもちゃんと着地がすごいしっかりしてるから、遠赤乗っても全然怖くない。なんかちょっと乗りたくなるようなところが見えてますね。ありがとうございます。はい。